はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここやっていきたいと思います。ガートラントのお話、ボスが2体出てくるんですけども、どんな感じなんでしょう。ちなみにレベルは51となっております。ちょっと上げすぎたかな。では、行きます。ジュリアンテ出ましたね。可愛がってあげるの。どうだ、強いかな。行きましょう。まあまあ、とりあえず固まりはしないと思うから、とにかくゴリ押ししてみるか。はいはいはい。そうねー、いいか。いけ。ゴッドジャグリングで攻撃力を下げとこうか。2段階下げればだいぶマシにはなるよね。よし、少し下げた。でこっちの防御を上げるか、それとも攻撃してみるか。煉獄でどれぐらい与えれるか。300。おお、500いった。弱い弱い弱い。 OK OK、 いいよいいよいいよ。おお、神谷さん、意外と弱いかもしんない。調子に乗ってんじゃないわよ。うん。でこれで2段階目下げ。あ、下がらなかった。でもいいか。煉獄火炎めちゃくちゃ効くね。全然余裕だわ、全然余裕。他のボスね、強いやつもいたんだけどね、ジュリアンテに限っては弱いね。特にダメージもそんな受けなかったし。終わりじゃない？いや、まだか。粘るね、最後。あー、魅了されたか。まあまあ、これで終わりでしょう。弱すぎん？めちゃくちゃ簡単だったよ。呪術師マリーン倒しちゃいましょう。覚悟はいいかい？まあ、いつも通りの感じで行っていいかな。いつも通り行きます。魔法防御上げた方がいい？いや、そうでもないのかな。どれだったっけ。まあ、どっちでも変わりゃせんか。行くぜ、覚悟しろ。よし、1000与えりゃ十分よ。まあ、いつも通り攻撃力下げていきましょう。 OK。 で煉獄どうだ。400。まあまあまあ全然与えない。そういうのがあんの？まあまあまあいいや。そういう攻撃してくるか。オッケー、いいダメージ。全く問題なくいけるね。行くぜ、覚悟しろ。じゃあもうちょっと攻撃力下げさせて。攻撃自体は痛くないんだよな。メタバニか。問題なし。これで終わりじゃない？いや、私を怒らせたね。若干残ったな。でもこれでおしまいでしょう。こっちの方が弱いんだ。いやいや、マリーン弱すぎでしょ。むちゃくちゃ弱い。はい、ということで今日はこれですね。ガートラントのお話クリアしていきました。
ここのボスは弱い。全然楽勝だったな。ここだけだったらば、多分レベル40半ばあれば全然いけるんじゃない？ 51 とかになってるともう楽勝すぎて、あんまり面白みがなかったですね。敵もあんま攻撃しなかったし。はい、まあいいでしょう。次に行きます。ということでまたやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。